市の熊野前新クリニックへおいでの方はこちらが出入りです。日暮里・舎人ライナーご利用の方はお乗り換えです。携帯電話はマナーモードの設定の上、通話はご遠慮ください。また優先席付近では混雑時には電源をお切りください。皆様のご協力をお願いします。次は熊野前です。The next stop is 熊野前。ご視聴ありがとうございます。列車は宮の前停留所を発車し、次の停留所である熊野前停留所に向かっています。熊野前停留所では、日暮里舎人ライナーに乗り換えることができます。日暮里舎人ライナーは日暮里から西日保里、舎人公園、舎人を経由し、見沼白尾安井公園に至る2交通システムの路線です。後日、日暮里舎人ライナーの乗車券も公開予定ですので、お楽しみにしててください。日暮里舎人ライナーご利用のお客様、乗り換えです。交通への交通網のご電話線をつけてください。発車し、次の停留所である町屋駅前停留所に向かっています。
京谷駅前停留所から京成本線と東京メトロ千代田線に乗り換えることができます。また京谷駅前停留所は折り返し設備があるので、日中に走る多数の列車が京谷駅前停留所始発や京谷駅前停留所止まりの列車になります。千代田線は代々木上原から表参道、霞、関、大手町、北千住を経由し北綾瀬に至る路線です。一方、京成本線は上野から青戸を経由し高砂で成田スカイアクセス線と分岐し、船橋、津田沼、桜、成田を経由し成田空港周辺で再び成田スカイアクセス線と合流し成田空港に至る路線です。ありがとうございました。松屋駅前です。京成線、千代田線ご利用のお客様、乗り換えです。発車します。お伝わりください。お待たせしました。お伝えいたします。次は、荒川7丁目、荒川7丁目、幼児教育、手段、学習の黒川学園前、田中先生部下、冷凍用集団、消防車検査、駐車、リハビリ、院内処方、田中先生部下前です。通りのお客様は、ホームの隙間が広く空いていますので、お忘れ物に注意ください。次は、荒川駐車場本の反応です。足元が出てます。またよろしいでしょうか。お疲れ様です。荒川2丁目停留所を発車し、次の停留所である荒川区役所前停留所に向かっています。動画の時間が10分を過ぎようとしてますが、東京桜トラム都電荒川線の停留所も残りわずかなので、この動画で終点3の和橋停留所まで放送します。どうぞ最後までお付き合いください。
扉閉まります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。